うまくいったらハイタッチ。はい、こんにちは。ポケットの中のモンスターめぐみでございます。2019年今日日がたって2月28日ですけど、27日深夜たった7分でしたけど、ポケモンダイレクト、ポケットモンスター最新作ナンバリング発表されました。ソード&シールド、ニンテンドースイッチこちらでね発表されましたよ。数日前からね、27日にスイッチでナンバリングが発表されるんじゃないかというね、都市伝説がインターネット上に流れましてね。まあ言うて都市伝説なので、そんな本当でした、本当でした。いやーね、スイッチのね、あの途中あたりからね、今度のポケモンはナンバリングはね、あのゲームボーイの方じゃなくて、スイッチの方に出すんだぞみたいな噂は出てたんだよね。だけどね、ピカチュウ&イーブイね、みたいなものとかでお茶を濁してたわけですよ。なかなかそう正式発表までは行ってなかったわけで、ね、ピカチュウ元気で中ですよ、もはやね。だったんですけれども、本日ついに、昨日ですけどね、ナンバリングはスイッチと相成りました。いや、私のね、夢がちょっと叶った感がありまして、ポケモンシリーズってほら、ゲームボーイからスタートして、DS とかに行ったわけじゃん。だから、ずっと携帯機だったんですよ。そうすると、3D じゃないよね。3D じゃないよね。グラフィック弱いよね。っていうところで、ポケモンコロシアムみたいな対戦に特化した方だと、すごく 3D で可愛いポケモンが見れるとかね。あとは、Wii の時にやったなんか ポケモン牧場みたいな、DS のカセット、カートリッジにいっぱいになっちゃったポケモンを預けられるとか、あっちもね、3D でポケモンが動いてすごい可愛いんですけど、どうしてもゲーム中は、2D のね、こっちが、自分は後ろ姿見て、相手は手前を見るみたいな画面だったんですけど、今回スイッチになったことによって、夢のポケモンが 3D になってた。ホエルコさんが潮吹いてた。ブワーブワー、ホエルコさん出るみたいですね。ホエルコさん、この子はね、この子みたいな、ああいうので 3D を見ると、あ、可愛いなと思っていたんですよ、ずっとね。だから 3D でポケモンをやりたい、ぐるぐる動いてね、可愛らしいポケモンを見たいっていうのが、今回、スイッチに行ったことによって叶うことになって、私はもう感極まっておりますけどね。非常にこれはね、なんでポケットモンスターシリーズの女の子はあんなにエロ可愛いんだって話なんだよね。なんでポケモンシリーズの女の子ってあんなエロ可愛いんすか。あれわざとでしょ。おじさんの金の玉をあげようね。いやー、いいわ。やっぱ 3D でやりたかったらね、嬉しい嬉しい。では、ポケモンナンバリングがスイッチに移動するということは、じゃあ DS 市場はどうなるんだってことですよ。DS をね、長らく引っ張ってきたのは、まあもうね、もう言わさずポケットモンスターシリーズだったわけですよ。だけどそれが、今回、ね、わかる。だってマルチでもできたわけだからね、3DS とスイッチのマルチですと。ね、ドラクエのみたいな、欲張りパターンでね、作ることもできたし、ね、それこそポケモン GO が超ヒットしてるスマートフォンとのね、トリプルマルチみたいなこともできたかもしんないけれども、そこはやっぱスイッチ1本っていうところでね。これは任天堂の意向なのか、ゲームフリークの意向なのか、株式会社ポケモンの意向なのかちょっとわかりませんけど、まあ、スイッチ1本ということで。まあ、その3機種出てもスイッチでやりますけどね。私はシールド買おうかな。いつも赤い方みたいな。可愛いっぽい方買うんで。いやー、まあだから、どうするんだっていう、スイッチはいいよ、このまま爆心できますよ。
任天堂のファーストパーティー、セカンドパーティーもボン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 出してね、事実上もう本当に任天堂最強ハードみたいな感じでスイッチがこうね、成長していくっていうのはもうこれで完全に見えますよ。マリオもある、ゼルダもあるね。何もかもある。そして DS 市場にあったポケモンもある。ということはですよ、あわよくば、あわよくば、こいつ、伝説のスタッフィー、ここにビルドイン来るんじゃないですか、これ。スタッフィー、来ない？来るよね、多分。辛い時にも頑張り泳ぎ。いやー、皆さんね、辛い時にも頑張り泳ぎしてくださいね。ハマグリ。まあ、ちょっと前のニュースで、まあ、任天堂の株主総会かなんかで、質疑応答でね、DS とスイッチの住み分けはどうするんだっていう、ごめんなさい、体調が良くなくて、どうすんだっていうところでね、DS 市場は残すと。で、DS 市場は子供たちが、ゲームというものに触れるにあたってのを入り口としてすごくいい役割を果たしている。まあ、親御さんがね、買い与えるにしても、スイッチより全然安いし、安心して買い与えられるハードウェアなので、ゲームに対する取っかかりとして重要な位置づけだから、DS はまだまだ必要っていうことを言っていたんですけれども、まあ、対するソニーはもうすっぱりビーターも無理。世界で売れないから、やめますっていうことを言ったわけですよ。なので、DS をどうするかっていうところで、本当に牽引してきた、DS をずっと引っ張ってきたポケットモンスターっていうのはこっちに行っちゃった場合、じゃあ DS どうなんだっていう話なんだよね。まあ 3DS をこのまま延命でやってって、どうするかっていうのを見極めていくパターンだと思うんですよ。その先でこっちに完全移行で DS 終了なのか、もしくはまあ裏で設計しといて、次の DS っていうのに行くのかもしれないし、とりあえずは多分ね、DS 市場もうこれビータが終わったんで、一人勝ちなので、もう独占市場なので。もうね、だって、あれ独占市場ってことはですよ、3DS のソフト1本5万円にしたって、もう、買わざるを得ないライバルがいないんだからっていうところですけどね。まあそんな感じで、DS はやめないっていうことを言っているんですけど、子供たちの取っかかりにするにしたって、子供たちの取っかかりって何さ、ポケモンだと思うんだけどね。ポケモンだと思うんだけど、まあなんか私思うには、まあこのコンソール機のスペック上げまくって、ハンドヘルド機のスペックも上げまくってっていう感じだったんだけど、まあやるとしたらこっちのスペックは当然バンバン上げていくんだけど、ハンドヘルドスペック下げまくって、もうとにかくハードウェアを1万円、9800円とかで売れちゃうぐらいの、最初のゲームボーイって確か1万2800円ぐらいだっけ？1万4800円だったかなぐらいだったと思うんですよ。炭酸電池4本入ってね。スーパーマリオランドだっけ、なんかあれが出て、すごい楽しかったイメージなんですけど。まあゲームボーイが出た時って、ポケットモンスターがゲームボーイを牽引したわけじゃないんですよ。ゲームボーイのもう本当に終わりの時期にポケットモンスター赤緑っていうの出てるんだよね。それこそポケットモンスター、ゲームボーイマイクロとかミニとかなんかよくわかんないの。カラーって別に、画面がカラーになったわけじゃなくて白黒ですからね。本体の方のカラーリング、黄色とかが出たりとかっていう、よくわかんない、もう後期の時にポケモンが誕生してるんですよ。でもポケモンシリーズが出た時には、ニンテンドーゲームボーイ市場っていうのはもう圧倒的シェアを取ってたのね。そこまでに、まあ、ローンチでまずマリオ出したじゃん。そこでもうみんな、なんだろう。そもそも、ファミコンをテレビにつないで、RF 端子でつないでね、1チャンネルとか2チャンネルに設定して遊んでた人間が、ごめんね、ほんと。手元でゲームが遊べるっていうのはまあ画期的だったから爆発的に売れた。そこでマリオがこう遊べるっていうのはね、で、その中で、どんどん、名作と言われるタイトルも出てくるわけ。ドラキュラも出たし、それこそ、今をときめくスクエアのね、ソフトっていうのは、いっぱい出たよ。サガシリーズだって、ゲームボーイからだったからね、魔界闘士サガっていうのが一番最初に出て、その魔界闘士サガ、魔界闘士サガ2、魔界闘士サガ3、そっから、ロマンシングサガに繋がるわけで、サガシリーズっていうのはそこにあったわけ。それはもうポケモンよりずっと前に出してるわけですよ。で、聖剣伝説シリーズ、ね、スーパーファミコンで
花開いた聖剣も最初は、ファイナルファンタジー外伝聖剣伝説みたいなとこからスタートしてるので、それも圧倒的前からやってるんだよね、ポケモンより。だから、まあ私のイメージで言うと、やっぱ最初にロンチェンマリオ出したじゃん、そっからテトリスだったんですよ。テトリス、もうテトリスの爆発的売り上げと、牽引力っていうのはすごかったと思う。で、当時まだ通信対戦っていうのができなかったので、どうやって、まあ、通信対戦はできたんだけど、無線通信ができなかったから、ゲームボーイ自体を通信ケーブルで繋いで、我々キッズは、ケーブルですよ。文字通り、ゲームボーイを2台用意して、ケーブルで繋いで、テトリスを対戦するみたいなところから、スタートしていったわけで、まあ、圧倒的にその、テトリスが、市場引っ張った感は、私はね、そういう風なのを当時感じていました。まあ、ファミコンもまだまだね、ドラクエ3とか、すごい爆発的に売れていたソフトもゲームボーイと同時にね、あったと思うんで、うん、そんな中ね、ポケモンっていうのが、そこから何十年か経過して、今に至るにあたって、本当にゲームボーイの後期に出てるんですよね。だから、ゲームボーイ市場が完全に成熟しきって、もうみんな持ってるところでポケモンが出てるから、本当にいいタイミングでポケモンって出たんだよね。で、通信ケーブルだったけど、交換もできるよっていう画期的なシステムだったわけ。で、まあ、可愛いキャラクターにアニメーションが始まって、爆発的に売れて、もともと最初はね、ピカチュウ主人公じゃなかったからね。後で、ポケットモンスターイエローっていうので、ピカチュウのやつだ、ピカチュウバージョンっていうのを出しましたけど、どん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 ポケモンってそうやって進化していって、今の地位を確立したわけですよ。だから、ゲームボーイ自体はポケモンが引っ張ったわけじゃないんですね。もう、ポケモンが出た時には完成されて、もう圧倒的シェアを取っていたのがゲームボーイ。なので、じゃあポケモンがなくても、3DS とか、ね、現代の 3DS や次世代の 3DS があるとしたら、それを引っ張れるかっていうと、今現在はポケモンが引っ張ってる。じゃあテトリスをね、今更出したところでどうにもなんないし、まあでもマリオを出したらね、強いと思うんですよ。マリオランみたいなのでいいので、別に、ね、昨今のマリオ 3D じゃん。マリオ64から始まっても 3D なので、横スクロールのいわゆるポンポンってクリボーを踏む感じのマリオをね、急に出しても全然面白いとは思うんですけど、DS 市場の牽引力がなくなったなと思います。次、3DS2 でもいいし、まあ、3D 機能取っ払って任天堂を、なんだろうね、なんてつけんだろうね、ニンテンドーゲームボーイみたいな名前のね、ニンテンドーキッズボーイ、キッズ、ゲームキッズみたいなものが出たとして、それをじゃあ最初に牽引するのってポケモンが出ますっても言えないと思うんですよ。まあもちろんスピンオフは出すことはできると思うけどね。でもナンバリングが出ないってなるとやっぱりみんなあれなので、まあなんだろう。それこそ1万円ぐらいまで価格を抑えて、コロコロコミックとかボンボンとかね、あるじゃないですか、子供たちが好きな。もうそれこそリボンとか長石とかチャオでもいいですけど、なんか、そっち色を強くする。ゴシュートってなんだっけあれ。ベイブレード。ベイブレードとか、ビーダーマンとか、なんかそういう、もっと子供に寄っていって、入り口として作って、値段下げて。で、ちょっと、子供の成長早いですから。で、一気に、次に、スイッチ持っていく。まあ、スイッチ2かもしれないけどね、市場的に次はね。わからないですけど。っていうので、まあでもね、子供ってやっぱり最初にポケモンで調教しておくっていうのは非常に重要なんじゃないかなと思うから、子供たちがじゃあ、ポケットモンスターはスイッチでしか遊べないから、DS じゃなくてスイッチ買ってよ、お母さんって言うと思うんだよね、私はね。だから、これは、もうみんな予想はしてたし、分かってたと思うんだけど、どうやってじゃあ DS やっていくのかなっていうのが今後の見物であり、ポケモンとしては、まあ、レッツゴーピカチュウ、違う、レッツゴー、ん?ピカチュウ&イブイっていうのを出したり、モンスターボールのね、
ていうこともいろいろやってるし、ゲームボーイの方で何かしらスピンオフみたいな方をやっていく可能性がある。今まではずっとゲームボーイのハンドヘルドの方でナンバリングを出して、コンソールの方でスピンオフっていう形だったと思うんで、これで逆転する。でもそうするとこっち側の火力がどうなのかなっていうところですけど、まあいいでしょう。 DS 市場は私はちょっときつい、なんかきつそうな気がしますよ、ポケモンがなければ。まあとにかく、話を一回ね、ハードウェアからポケモンの話に戻すと、私がこれだけやっぱ 3D でポケモン遊びたいなって思ってたのが強かったんで、動くでしょ。だってホエルコさん潮吹いてたもん、ブワーって。これ動くでしょ、これチュパ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 って動くでしょ、ねえ、この指と笑い出ちゃうでしょ。うん、まあ 3D で美しいグラフィックでポケモンが遊べるっていうのはいいっすね。ポケモンはね、私グラフィック超重要だと思うんで、ポケモンのデザインとグラフィック、結局ポケモンってキャラクター、そのポケットモンスターが可愛くないと、可愛い、私は可愛いポケモンが好きなのでね、チェリム、スボミ、ホエルコ、タチリス、いくらでも出てきますけどね。電気袋ついてると可愛いよね。基本やっぱ電気袋可愛い、やっぱり。まあまあ、非常に楽しみですね。2019年冬ということで、今年の年末、まあクリスマス商戦でしょうね。任天堂最強の時期、任天堂がもう任天堂たるゆえん、クリスマスにバカ売れする任天堂。そこにスイッチとポケモンセット。ポケモンパッケージ。あ、売れるわ。これはバカ売れですわ。これはバカ売れ間違いだしさ。もうキッズみんな買うわ。キッズも枕元、24、25日の朝枕元に置いてあるわ。もうバカ売れですわ。あ、これは来たね。もう夢しかない。もう夢を与えてるね。夢を与えることしかしてない。それまでにね、新型スイッチはおそらく発表されていそうな気はするし、値下げがあってほしいなというのもありますけどね。とにかく今回ね、たった7分の発表会でしたけど、あの7分の中に凝縮されたホエルコさん、そして、ヒロインと、ヒロイン可愛かったな。ヒロイン可愛かったね。動かしたいね、早くね。ああ、よかった。やっぱ 3D だよ。3D でやっぱホエルコさん潮吹いてほしいもん。これで大丈夫、ピカチュウボールテッカーとかでバーって動くよ。動くよ、多分。動くでしょ、間違いなく。いや、まあでもね、今ポケモンって何匹いるんですか？何匹？ 1000はいないよね。1000近くいるんですか？ 500？ 800？ わかんないですけど、めちゃくちゃいるじゃないですか。それを全部 3D 化するってさ、まあ今までのコロシアムのね、3D データとかあると思いますけど、すげえ大変だと思うんですけどね。でも、今後やっぱり、そこをやっていかないと、あれかなと思うし、そこは手間暇かけて、ポケットモンスターっていうね、世界で愛される IP、を、大事に大事に育てていって、みんなにね、我々大人もそうですけど、基本的にはまあ子供たちにね、大きな夢を与えて、あーゲームっていいねっていうね、子供をちっちゃい時からゲームに調教するっていうね、大人になってゲームをやるっていうね、その道しるべをね、オタクロードを作った。まあでも最近の子供たちってポケモンカードとかもやったりするからね。まあちょっと分かっちゃいたし、誰もがそうだろうとは思っていたけど、ようやくナンバリング正式発表スイッチということで、興奮のるつぼに包まれた方は多いんじゃないですか。やっぱね、新しいハードでより綺麗な画質でという中、さらに 3D でってなるともうね、
震えが止まらない感じですからね、ポケットモンスターソード&シールド発表ということで、それに付随するスイッチの市場だったり DS の市場どうなるんだろうっていうのをちょこっと喋ってみました。ちょっと体調が悪くて話すんたりすいませんでした。早くね遊びたいですけどね、まあ、あと1年ぐらいですか、もうすぐです。ちょこっと寝たらもうすぐ1年なんか経ってますから、もうこの年になってくるとね。ということで、ありがとうゲームフリーク、ありがとうポケモン、ありがとうニンテンドーというかアリニンです。これこそまさにアリニンですね。アリニンです。ということで、ポケットモンスターソード&シールドの話題でした。聞いていただいてありがとうございます。皆さんね、どう思いましたか。これスイッチじゃなくて DS の方がいいっていう人います？いたらちょっと、まあ、もちろんいると思うんですけど、理由も知りたいですね。やっぱそっちの方がいいよっていう、持ち運びもできるし、なんか完全上位互換っていう感じはするんですけどね。ということで、聞いていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。バイバイ。